ああ、やっと来た。酒場で飲まずに待っているなんて最悪よ。で、他のみんなはどうしているの？モーグは本当役に立たなくて、あいつどんな問題でも大量のアルコールで解決しようとするんだから。さあ、母様を殺した者について新しい情報はある？犯人は見つかった？殺しました。犯人をここへ引っ立てて正規の裁判の末に処刑したかったけれど、少なくとも罪の報いを受けさせられた。無理だよ、あれ連れてくるの。それで黒幕の正体は分かった？父様に警告しようとした脅威とのつながりは見えた？暗殺者はアイスリーチ魔術結社と協力していた吸血鬼。いまいましいリーチの魔女め。そして父様、あの人はどれだけ石頭なの。しかし魔術結社の連中は何が狙いなの？父様を殺すつもり？王国への脅威について何か分かっていることはある？まあ、精神的なね、なんかそういうものを奪ってね、怪物に変えるみたいです。なんてこと。でもこれにはきっと人々を怪物に変える以上の計画があるはず。できる限りあなたに力を貸すわ。母様もそう願っていたはずだしね。あなたのなしたこと、そして発見したことがあれば父様を説得できるはず。絶対に。ソリチュードのサーコートだって、これ来たらじゃあ中に普通に入れるところかな。はい。あ、ちょっと待って。OK。 エリスとあなたはこの国のために命を懸けてくれたのに、受けたのは疑いだけ。母様がいれば魔術結社の脅威が本物だと父を説得してくれたのに。もう母様はいない。力不足なら分かっている。でも諦めない。私は力を尽くすわ。頼みます。物心ついてから父様が私の言葉に耳を傾けたことは一度もないわ。けれど母様がいない今、誰かがあの人に動揺を置かないと。あ、まあ、った。母様は説得の仕方を教えようとしてくれたのに、私は耳を傾けなかった。認めたくはないけど、私は父様に似てしまったみたい。ならあなたの警告を是が非でも聞いてもらわないといけないわね。ハーフィンガル、ハイアルマーチ、カーサルド、今や全ての地に危険が迫っているわ。次の嵐に襲われる前に何らかの手を打たないと。続きはブルーパレスで。いいわね。了解。少し対策を考える時間がいるわ。伝え方を考えないと。私の宮廷作法は錆びついているし、そもそも外交や立派な演説は得意じゃない。ああ、ソウルの骨にかけてお酒が飲みたいわ。それはダメだよね。休まなくていいのか。泣き叫びたい気持ちを隠して何とかやってるわ。今は王国の危機、嘆いている時間なんてない。さあ父様と話しましょう。私の決意が揺らがないうちに。はい。じゃあさて、もうこの辺は庭のようなものですよ。知ったような場所だ。あ、ちょうどよかった。お前が酒瓶から救い上げたような悪夢を探せというのか。そんなこと。あるいは東の毒蛇が貴様をたぶらかしているのではないか。でも母様は。もういい。頑張れ。次に私の足元に助言とやらを吐くときは、せめて裏切りの匂いを洗い流すことだ。ああ、失敗。失敗しちゃったね。どうするよ。あれ？あ。本当にもう口を出すことさえ許されないなんて。今思えば母様は父様との話し方を心得ていたわ。私はダメね。母様は父様の扱いを心得ていたけど、同じくらい頑固なところもあったの。父様が望みを叶えてくれないなら自分で何とかする人だったわ。母様が残した教訓を胸に刻んでおかないと。もしまだ父様が立ち上がらないなら、その時は私が。母様、そうよね。私たちの王国はハーフィンガル、ハイアルマーチ、カーサルドから成り立っているわ、まずは彼らに警告しましょう。いいんじゃない、それ。父様が聞かなくても主張は耳を傾けてくれるかもしれない。私は上級王の娘、王族として振る舞うべき時が来たのでしょう。
一緒に来てくれる？もちろん。まずはハイアルマーチのレダーン市長を訪ねましょう。彼を説得できれば少なくともハイアルマーチは守備を固められる。市長はモーサルにある市長の間にいるはずよ。リリスのためにモーグへ伝言を残しておくわ。彼女にも私たちの居場所が伝わるように。レダーン市長に話を聞かせられると思うか？正直に言うとわからないわ。けれどレダーン市長は心優しい戦士、市長としては珍しい好人物よ。それに彼はいつも私に親切だった。ムートやその他の集まりで彼の娘と遊ぶようになってからずっとね。父様と母様と幸せに暮らしていた頃を思い出せるわ。ずっと昔のことのようだけどね。ある時点から父様は権力にとらわれていった。私の父であることよりも上級王であることに価値を見出すようになったの。努力はしたわ。でも私たちの関係は戻らなかった。母様は家族であり続けたいと望んでいたけれど、上級王が私たちに求めたのは女王と王女であることだった。最終的に父様はいつまでも反抗する私に王家の式典への出席を命じなくなった。私の数少ない勝利よ。おお、結構いますね。あ、もう着いた？あ、そう。なんか久しぶりだけどいまいちモーサルっぽくないな。狼の攻撃？亡霊？リーチのための襲撃？この町から離れるべきかもね。忠告？できるならモーサルの郊外を歩き回らないことね。丘には邪悪な何かがうろついている。酒場でそういう噂が立っていたの。吹雪から亡霊が現れる、アンデッドが回廊を襲う。酒場を出た時も農民のグループが骸骨狼の攻撃について叫びながら町にやってくるところだった。この場所は呪われているわ。最後に見た時は助けを求めて町の中央へ向かっていたわ。レディ・ニネサは動物の攻撃で傷ついた者をいつも助けているけど、自然に反する事件は自力じゃ解決できないかもしれない。彼女を助けてくれる？彼女はきっとあなたの支援に感謝するわ。私はこの件が落ち着くまでできるだけ遠くに離れるつもり。すぐに戻れるといいんだけど、騒ぎが起きていない時はモーサルを気に入っているから。レダーン市長の奥さんよ。でもそれだけじゃ彼女がどれだけモーサルに尽くしているか言い表せない。みんなを見守っているの。争いを収め怪我人を世話してね。今回も彼女が解決してくれるといいんだけど。市長が拒んだらこの奥さんを経由してやったらいいかもしれないね。さあ市長に会いに行きましょう。あ、ちょっと待って。え、あ、もうそこにいたんだ。あ、これちょっと後にします。彼は亡霊も見たって。先に市長と会話を。宿屋に運んでできるだけのことをするわ。さあ温まって。おー、モーグに伝言を聞いた。なんだ、見逃すわけにはいかないわ。早いじゃん。おい、あれは彼どこ行った？またいなくなってんじゃん。なぜソリチュードの姫がこの質素な広間へお見えになる？さては上級王の代理かな？警告に来たの、レダーン市長。警告？もう父君から命令を受けている。まだ何かあるのか？命令？そうなのね。でも防衛の準備は必要よ。今度は何から身を守れと？まだ壺や呪物があるのか？お願い、レダーン市長、説明させて。この地への脅威は想像以上のものよ。私が話さなきゃダメかな？貴様はこの地の者ではない。共にいる女は東の巨人だろう。
上級王にはパクトの密偵に注意するよう警告されているが、だがスバナ姫が保証するというならば耳を傾けよう。その脅威について話してくれ。我々はデイドラの信奉者ではない。だがその件を聞き、我らの血は吹雪を沸騰させるほど熱くたぎっておる。だが現在、北の騒動より急を要する問題もあるのだ。我々はスバーグリムから命令を受けてな。それを無視したら、あの小うるさいリーチの民どもと衝突することになったのだ。ああ、そうだ。あの上級王様が国王令を出したのだ。周囲で奇妙な物体や呪物を見つけても捨ておけとな。危険だから触るなというのだが、偶然にもいくつか見つけてな、兵士に破壊させてみた。そうしたらリーチの民と遭遇したというわけだ。アイスリーチ魔術結社の儀式の品のようだ。遭遇したリーチの民について教えてほしい。リーチの蛮族どもは奇妙な魔女の棒を壊されると暴れ出した。我々はキャスラを蹴散らし、近くの墓地へと追い立てた。だがそこで兵士と連絡が途絶えたのだ。貴様の口ぶりを見るに、どうやら以前にも経験があるようだな。墓地を調べてくれるか。了解。私が今少し若く、もっと多くの兵を避ければな。モーサルの墓地に自分で向かい、このよくわからん魔術だかなんだかを片付けてやったというのに。だが私は老い、兵も少なく、やるべきことに囲まれておる。頼まれてくれ。この鍵を持て、これで墓地へと入れる。見つけて破壊したという魔女の棒のことを教えてくれ。長く醜い装飾で覆われた棒だ。奇妙なルーンと呪物、腐ったキノコのような不快な匂いの湿布で覆われている。それが町の周囲に設置されていたのだ。兵士たちは墓場にも同じものがあると考え調査していたが、代わりにリーチの民の存在を報告してきた。本当か？最後に姫の噂を聞いたとき、彼女がご囚人だったのは。いや、くだらない話はよそうか。スバナはよくやっている。母親のような優雅さはないが、姫には戦士の気風が宿っておる。我が娘もあのように育ってほしかった。いたのだ。5年前に奪われた。いなくなったんだ。もっと強く育てられていれば、生き延びることができたかもしれぬ。娘というのは父親にとって最大の弱点だな。すまぬが、過去の問題の話はいいだろう。今考えるべきことがあろう。はい、墓に行くことになっちゃいましたね。さあ、これでついてきてくれるのかな、リリス。ノルドの墓地の何が嫌って、ドラウグルよ。さっさと片付けましょう。おお、行く気でいる。古代のドラゴンプリーストの召使いよ。魔法だか呪いだかで目覚めたんでしょ。墓地に出没するって言われてるけど、死者の間に現れることもある。普通のゾンビより手強いし賢い。気をつけて。また今回も手こずるかな。やっぱり主張は話の分かる人ね。父様もついに行動を起こしてくれた。魔女の長槍について命令を出したなら、父様も少しは私の話を聞いてくれたってことよね。墓地を調べに行ってくれる？私は主張に母様のことを話しておくわ。よし、じゃあ行きますか。行くぞ、リリス。あいつらは、あの塚が墓地よ。なんだ。入り口は地下にある。下がりなさい。お、この墓地は危険よ。エダーン市長の依頼よ。何が起きたの？リーチの民よ。詳しく知りたいなら話すわ。はい。そこの人、聞こうじゃないか。墓地は侵入禁止よ。私たちは誰もここに出入りし、わずかに残った兵士を伝令に使いたくなかったのよ。町の郊外に設置された奇妙な棒をいくつか破壊したの。そして墓地に着いた時、リーチの蛮族を見つけた。私は指示を出し、奴らを追って突撃した。信じられないでしょうけど、墓地に嵐が現れたの。きっと忌まわしい魔法だわ。兵たちが私の周囲で変化を始めた。
死ぬか意識を失うか怪物に変身してしまう者もいたわ。そしてドラウグルが墓から這い出してきたの。そこまで奥には行けなかった。嵐が襲ってきた時、脱出して背後の扉を閉じるのが精一杯だった。あなたが市長の命令で来ていて、墓地に入るつもりなら止めない。でもあなたが怪物になって出てきたら。一緒に行かないか。その方が話が早そうだ。ああ、やられたんだね。あれ、リリスがいない。また先に入ったのか。ああ。おっと、久しぶりじゃねえ。壺。おロックピック。じゃあ行くぞ。ただいまって感じだね。久しぶりだよ、モーサル墓地。レイアウトはどう変わっているんだろうか。さあ行くぞ。静かだね、ずいぶん。パンだってスターメタル。スターメタル。おお、黒曜石。トニーポートワイン。あ、なんかいるな、そこな。ちょっと小手調べでどんなもんかやった試してみる。こんにちは。結構強いな。結構来てますね。あれ、奥がある。なんかやっぱりちょっとレイアウト違うかも。あー、ブルート、そんなんいたっけ。よし、雷撃。あー、いいんじゃないこれ。あ、無理無理か。ちょっと待って。シャツとかもういらんだろこれ。あ、これはめてない。なんかフル装備してないね、実は。あ、いや、知らないって怖いことだな本当に。これでだいぶ開いたでしょう。 OK。 なんか先に倒してってくれてる、ひょっとして。なんだ、ルカル戦士長への手紙。我々の指導者が魔術系者の魔女と言った取引の内容はなるとどうでもいい。リーチへ戻る。秘密の会合に吸血鬼。私は臆病者じゃないが理解できないことが多すぎる。うん、
先ほどの方々がみんな片付けてくれてるでしょう。友達がね。ほら、なんかいろいろ出てるもん、今すでに。ああ、もう、綺麗にしてくれてるよ。楽でいいよ。ああ、楽じゃなかった。まだいる？おお、戦ってる。なんだこれ。すごいじゃん。おお。これどっちに行く？ああ、やべ。どこに行くんだろう。この上かな、やっぱり。頼もしいね。あ、いるみたい。あの遺体、市長の兵士よ。ってことは、やられちゃって変身しちゃったんだね。お、これはなんか生贄の祭壇のような場所じゃない、ここ。こんにちは。収穫があまりないね。この聖骨箱は肥沃な地に移動させよう。魔女の長槍を守れ。壊させるんじゃないよ。うわ、なんかいる、なんかいる。行くね。攻めるね、皆さん。やっぱりどうする皆さんどうするつもりなの。やらないの。やろうよ、みんなで。どうしちゃう。あ、行く、やっぱり。あ、そんなに強くない。始めちゃったよ。よっしゃー、終わったわ。早っ。知らせましょう。敵じゃなくなってるよ、もう。楽勝。自然水。もう終わっちゃった。今回はカビ臭い墓穴はもうゴリゴリだわ。そうね。あれ、リリスいないぞ。あ、そこか。魔女も魔女が持って逃げた聖骨箱の痕跡もない。市長の間に戻りましょう。モーサルへの攻撃はより大規模になる予定だったんでしょうね。墓場にあった魔女の長槍以外は儀式を行う前に壊されていた。兵士は送信の嵐に巻き込まれたけど、町は救われたわ。嵐にやられた後、キルクリースではそうなった。でも私は魔女の方が気になる。あの灰色の聖骨箱は私たちを見たら真っ先に持って逃げるほど重要なものなの。それはともかく、レダーン市長と話しましょう。
ーフィンガルで騒ぎが起きているわ。キルクリース聖堂で奇妙な嵐が起きたとか、司祭と巡礼者がみんな死んだって。気の毒に、レダン市長が周囲を調べるよう命じたらしいな。何を探してるんだろう。それからモーグが吐いたわ、剣の重視のブーツにね。あなたの多くの友は。おう、戻ってきたか。はい。さて、スバナ姫の友人よ、約束は守ったか。モーサルの墓地で何を見つけたのか話してほしい。何人か兵士は脱出をしたが、送信の嵐は墓地にいた全員を犠牲にした。送信の嵐だと？姫が言っていたあのキルクリースを破壊した災いのことか。神々よ、リーチと蛮族どもに呪いよ。他には墓地のリーチの民はどうなった？魔女の長槍は破壊してリーチの民には対処したが、魔術結社の魔女を一人逃した。残念だが仕方なかろう。リーチの魔女はずる賢く生きにたない。貴様の手際は感謝に値するものだ。ハイアルマーチは戦いへ備えよう。送信の嵐を防ぐのは難しかろうが、標的を発見次第攻撃できるよう準備するのだ。よっしゃ。魔術結社の指導者が隠れている場所が分かり次第スバナから連絡する。よし、ここは片付いたぞ。あなたとリリスのおかげでレダン首長の信頼を得られたわ。父様は首長を尊重しているから、魔術結社の脅威を真剣に考えてもらうためには大いに役立つと思う。さて、カーサルドへ行って同じように主張を味方につけましょう。はい。オルフエン主張が統治しているわ。リーチの民に対する防衛線として築かれたの。西でこの脅威に対抗できる場所があるとすればカーサルドよ。でもまずレダン主張と話さなければならないことがあるわ。レダン主張と何？まだ話すことがあんの？レダン首長、部隊はその通りに準備して。でもあなたはソリチュードに来て。ソリチュード？ここハイアルマーチで問題が起きている今、なぜ離れねばならない？上級王は私たちに耳を貸さない。あなたの言葉なら届くかも。立ってくれ姫。いいだろう、あなたの父と話そう。リリス、首長をソリチュードまで護衛して。もちろん。あんたは？カーサルドへ行ってオルフエン首長に警告するわ。よし、じゃあ行くぞ。とりあえずカーサルドまで行きますか、今回ね。カーサルドはどっちだ？こっちか。こんなところに宿屋があるなんだ。こんなところなかったと思うけど。あの人たち、カースウォッチから来たみたい。町の生き残りはあれだけかもしれない。カースウォッチで何があった？嵐があったそうよ。強力で破壊的な嵐が町全体を飲み込んだって。きっと送信の嵐ね。他に説明がつかない。まだ生存者がいるかもしれない。きっとオルフエン首長も。捜索しましょう。では行きましょう。カースウォッチ急ぐわよ。少しでも時間を無駄にすれば生死に関わるわ。またダッシュか。なんで？あ、ついていくの？あれ？案内してくれるんじゃないの？あ、喋んなきゃダメか。オルフエン首長が無事だといいのだけれど。ん？あ、こっちか。墓地から脱出したの？まあいいわ。
さあ、灰の聖骨箱をすべて収穫するのよ。誰が喋ってる？魔術結社の魔女。ん？彼女が墓地から逃げたの。え、どこにいるの？え、見えてないな。見えてませんが。よし。来るのが遅いよ。お前の生命の力は聖骨箱にぴったり。おお、いた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 。戦うの？聖骨箱にぴったりだったのにって言いながら消えたぞ。おお、なんかいる。あ、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 あれ、なんだあれ。壺みたいなものがあるが。灰の聖骨箱を守り抜け。よし、来い。あ、大した相手ではない。アーチャーか。あー、どうぞ。よし、OK。あと1体。溜め打ちできるのかなこれ。いいよ。破壊。え？少し時間をちょうだい。向こうで話しましょう。どうしたんだ。ゲットだね。いただくよ。お？ん？なんか今の引っかかるな。さっきの言い方。調子悪いのかな？ごめんなさい。どうにも戦いには慣れていなくて。でも魔女はあの灰の聖骨箱とかいう壺を必死で守って集めようとしていたわ。生命の力がどうとか言って、はあ、連中の意図が分かった気がする。分かったことをしてほしい。うん、すごく分かりやすい。町に近づいたら魔女が言ったことを思い出して。今度は灰の聖骨箱をすべて収穫すると言っていたわ。私たちの生命の力はあの壺にぴったりだって。おそらく送信の嵐は人から生命の力を奪い聖骨箱に入れるんだわ。ではどうしたい姫？主張がまだ生きているならしばらくは自分の身を自分で守れるはず。魔女はまだすべての聖骨箱を集めていないわ。先に聖骨箱を見つけて壊しましょう。カースウォッチを破壊したあのクソったれたちにみすみす利益を得させてたまるもんですか。分かった。灰の聖骨箱を見つけたら破壊しよう。うん、復讐ですね。お、これ何何何、まだ話すことがあるのかな。魔術結社の魔女が集める前に残った灰の聖骨箱を探すわよ。うん、連中の目的を取り違えていたとしても聖骨箱が魔術結社にとって重要なのは間違いない。それだけでも破壊するには十分。了解。聖骨箱あと3つあるんだ。よし、サクッと終わらせよう。お？おお、ここにもいるの？こういうやつが。スバナ、スバナ。ああ、こいつ弓矢か。ああ、そこにもいた。よっ、なんか全然スバナの矢が効いていない気がするんだけど、気のせいかな。あ、こいつなんかやばそう。あ、そうでもなかった。はい、倒して。たまには倒して。全然効いてないもんほら。よっしゃ、1個目。それを壊しても民は帰ってこない。でもグレイホストにも同じことよ。この中入ってみる？あ、入れない。あ、なんだろうこれ。中に入れないようになってんのかな？
はい、次。あ、いたいた。普通に会話してないあれ。よし、オッケー。オッケー。お。ドラゴン発動。手こずってる？おお、飛ばされた。倒せる？後ろから。よしよし、あ、倒したね。やるじゃないか。ラストです。これで片付いたね。あれ、ドラゴン発動。あれあれあれ、ちょっと待った、ちょっと待った、なんか様子が違う、様子が違うぞ。ちょっと体力回復。スバナごめん。あー、ちょ待て。あ、当たってんのこれ。あ、ピンポイントで出てくるのか。あ、ここ行けない。やつは逃げるな。あった、スバナ元気。あれ、魔術結社の魔女が集める前に。スマナ実は無敵。魔術結社。よし。よし、これを壊せば、ね、やつ出てこないんだ。その様子を見に行きましょう。丘の上を。丘の上。丘の上。こっちか。なんか入るぞ。潜入。下がれ。私を怒らせ。お。お前は魔女でも怪物でもないのか。休憩。もうダメかと思った。もう力は空っぽ。そよ風を呼び出すのが限界だよ。そよ風。待て、そこにいるのはスバナ姫。私は賢者フリデルジャ、オルフエン首長に仕える宮廷魔術師だ。混乱が始まって以来、魔女や吸血鬼、正気を失った村人に対処してきた。始まりは嵐だ。自然のものではなく魔法だと考えて間違いない。その嵐を受けた人々は人を襲うようになってしまった。結構やめてしまったが。いや、わからない。地下か。嵐が始まった時すぐに首長を地下へ避難させた。ただのひどい嵐だと思っていたからな。お願いだ、地下に行って市長の無事を確認してくれ。市長がいなければカーサルドは失われてしまう。よし。ただオルフエン市長は地下にいる。無事を確認してほしい。この人たちはみんな全員あれなのかな、死んじゃったのかな。では地下です。今度は王冠。あ、いして、ここに放置しておけないわ。どういうこと。あーっと、ちょっと待った。ごめん、ごめんね、ごめん。おー、ちょっと待って、あいつ硬いよ。こんな狭いとこで戦わせるんじゃない。おー、ちょっと、まずい、まずい、まずい、
よし、あ、こいつには冷たい系は効かないね。あー、やっちゃった、ごめん、ごめん、スネアって。お、なんかやられたってこと？ちょっと待て待て待て、嫌な声だよ今のは。あれどこに行った？おい、誰の声これ？賢者の声か、さっきの上にいた声がでかいな。火打ち石、何か書き置きとかないんだろうか。よし、 OK、 ゲットだぜ。この頭にかぶる装飾はカーサルドの権威と力を象徴している。直前までオルフエン市長が身につけていった。取る。ああ、やっちゃった。フリデルジャ、ごめんなさい。今度は何、敵対するんじゃないの？違うか。少し時間をちょうだい。フリデルジャと話してきて。了解。はい。それはカーサルドの王冠だな。ではオルフエン市長は亡くなられたのだな。助けられなかった。できることは全てやったはずだ。送信の嵐、あの嵐をそう呼んでいるのか。私が怪物に変わらなかった理由は分か…待てよ、兵士が数日前リーチの民の石膏と遭遇した。撃退後石膏の持っていたメダルを持ち帰ったんだ。メダル、うん、そう、送信の嵐が襲ってきた時このメダルの浮上を調べる準備をしていたんだ。突然の事態だったからポケットに放り込んでいたみたいだ。これは嵐から身を守るためのものなのか。ああ、そういうことなんだ。ほうほうほう、それくれよ。カースウォッチは消滅したわ。人も主張も要塞も全部消えたの、あっけなく。このままじゃいけない、父様にも行動を起こしてもらわないと。降り注ぐ雪に戻って生存者を集めましょう。彼らをソリチュードへ連れて行くわ。安全なところへ、少なくともできる限り安全な場所へね。それから父様と本気で話し合う。今度こそ何があっても話を聞いてもらうわ。ソリチュードに戻ってリリスを探して、それからブルーパレスで会いましょう。上階の部屋を使えるようにしておく。了解。計画を考えたいの。父を説得して行動させるための計画を。じゃあフリデルジャ、カーサルド宮廷の生き残りを代表してソリチュードまで来てください。はい、スバナ姫。一応会話聞いとこう。上級王の説得に協力いたします。このバカ、こっちよ。リースいた。あいつらは酒場が閉まった後の酔っ払い。酔っ払ってる。呪われたものをバカにするな。あれ酔っ払ってるんじゃないな。またお前か。いるべきでない場所にいつも現れる。お前が姿を見せてから雲行きが怪しくなったんだ。そう言うなよ。あの密偵と一緒にいるのを見た時に気づくべきだった。お前と関わってもろくなことにならんとな。姫は騙せたかもしれんが俺の目はごまかせんぞ。送信者、あいつらはそう呼ばれているのか。まあお前には関係のないことだが、上級王スバーグリムはあの哀れな連中を神々の聖堂に連れて行かせて司祭たちに世話を命じたんだ。正直望みがあるとは思えんがね。上級王スバーグリムがようやく行動すると決めたのか。口の聞き方に気をつけろ。俺たちは上級王にそういう態度を取られるのは好きじゃない。そんなに知りたいなら大切な姫様にでも聞けばいいだろう。さあ仕事にかかるぞ。邪魔をするなら
お前を地下牢に連れて行く。だったらお前を叩いてやる。いやー結構いますね。あーあーあー本当に多いな。でもこれ危害を加える感じではないね。あんたが元気そうでよかった。心配してたのよ。送信者が町に連れてこられてたから。あんたもな。彼らはドール城の神々の聖堂へ連れて行かれる。現状ではあそこ以外に手当てをする場所がないんでしょう。ブルーパレスに入ると同時にレダーン市長が奴に噛みついたわ。ノルドの政治って見応えあるわよ。ほとんど酒場の喧嘩だから。殴り合いにならなかったのは残念だけど、最後は話がまとまった。そう、それが問題なのよ。時間がないってのにまだ何と戦ってるのかはっきりわからない。ところでお姫様は？カースウォッチで見失ったなんて言わないでよね。無事です。でもすばない。あ、でもあれか、賢者と二人だからまだ大丈夫なのか。さあブルーパレス行きましょう。暗殺者が上級王を襲撃したんだ。ガーヒルド女王を殺したらしい。かわいそうな上級王。王も姫も打ちのめされているだろうね。ん？まさかスバナ先に戻ってるのか。戻ってる。俺の知ってるスバナはこんな厄介ごとすぐに放り出す。こんなの王家に任せてトロールに戻ってこいよ。モーグってこんな顔してたっけ。モーグ、私も王族なのよ。王族らしいことを始めないとね。ただいま。姫の部屋へようこそ。最後にここで数秒以上過ごしたのがいつのことだかさっぱり覚えてないけどね。さて、レダーン首長と賢者フリデルジャが来て父様の説得にかかっているわ。助けてくれてありがとう。カースウォッチは救えなかった。でもモーサルは救えた。それにカースウォッチでは魔術結社が聖骨箱を手に入れるのを防げたし、各地の指導者を集めることだってできた。できなかったことを嘆くより成し遂げたことを誇りましょう。報酬を受け取って。国庫からじゃなくて私のお小遣いからよ。これまでは全部ワインに使っていたけど、この方がずっといい使い道だわ。いや、ありがたいね。ブレストプレートなんか良さそうですね。あ、ちょっと待って待って。姫の部屋。まずいまずい。でもモーサルは救えた。それにカースウォッチでは魔術結社が聖骨箱を手に入れるのを防げたし、これもらえない。各地の指導者を集めることができた。これでいいのか。はい。父様。やったぜ。やっと魔術結社の脅威に対して行動を起こすみたい。でもそれじゃ足りないわ。心配を増やして送信者を集めるのは必要だけれど、本当に必要なのは送信の嵐を防ぐ手段よ。うん、アイスリーチ魔術結社のメダルはどうだ。あのメダルね、どう使うんだろう。あれをこう小分けにして皆さんで持ちましょう。残念だけど回収できたメダルはほんのわずか。賢者フリデルジャがメダルに防護を与えている不助を調べているけど、まだ特定できていないわ。うん、別の解決策が必要ね。リリスとの共通の友人に送信機の嵐の儀式を分析しようとしている学者がいる。ええ、あいつだな。リリスから聞いている。間がいいことにダスクタウンとかいうところからあなたへの伝言を携えた使者が来たわ。差出人はフェノリアンという人物だそうだけど、その人があなたの言う学者なの？力になってくれるかどうか、まずは伝言を見てみましょう。やつだな。テーブルにある伝言を持ってフェノリアンが私たちの仲間になるよう説得してきてほしい。彼の支援があれば嵐を防ぐ計画が立案できるかもしれない。私はここに残るわ。父様がこの脅威に注意を向けるまで口うるさく言い続けてやる。説得してね。今の私には協力者がいる。
私だけなら聞き捨てられても首長と宮廷魔術師を追い払うのは難しいはず。しかし不思議なものね、父様は私が政治に興味を持てば喜ぶと思っていたのだけれど。こうやって自分の力を証明していくのだろう。最悪父様が認めてくれなくたって構わないわ。でも敬意を得る必要はある。母様がいなくなった今、私たちは王国を維持するためにもっと厳しく働かなければならないわ。父様と協力する道が見つかれば楽になるはずよ。よし、レベルアップ。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。また次回です。